はい、皆さんこんにちは。アークタイムズ編集長の緒方敏彦です。今日は財務省の財務大臣会見、鈴木俊一財務大臣の会見に来ています。まずは私や他の記者たち、鈴木俊一財務大臣とのやり取りをご覧ください。今回の一連の会議におきましては、ロシアによるウクライナ侵略等を受けた世界経済や金融市場の動向、それから世銀を含めた MDB 改革をはじめとする世界経済の諸課題について議論されるものと認識をしております。いずれの議題も重要であって、出席する会議においては積極的に議論に貢献してまいります。特に日本が議長国を務める G7 財務大臣中央銀行総裁会議では、ウクライナ支援、国際金融機関等世界経済の諸課題について実りある議論ができるようしっかりと議論を主導してまいりたいと考えています。また、バイの会談でありますが、バイの会談につきましては現在調整中であることから具体的にお答えすることはできませんが、いずれにしても今回の総会期間中を通じて有益な議論を行ってまいりたいと考えています。参議院事務の総当たりといいます。先ほどの質問にも絡むんですが、ハマスとイスラエル軍の戦闘についてお伺いしたいと思います。経済的な影響なども懸念されるところではありますが、現時点で世界経済や日本経済の影響、懸念点について大臣のお考えをお聞かせください。また今週開催するとおっしゃっていた G7 や G20 でもこの点が議論のテーマになる見通しか教えていただければと思います。はい、まず今回ですね、10月の7日よりハマスを含むパレスチナ武装勢力がイスラエル領内に越境攻撃を行い、多数の死傷者が発生しています。罪のない一般市民に多大な被害が出ておりまして、我が国はこれを強く非難いたします。犠牲者のご遺族に対して哀悼の意を表し、負傷者の方々に心からお見舞いを申し上げます。一方で、イスラエル国防軍の攻撃によりガザ地区において多数の死傷者が出ていることも深刻に憂慮いたします。我が国はこれ以上の被害が生じないよう、すべての当事国に最大限の自制を改めて求めるとともに、国際社会にとともに連携をして事態の早期沈静化に向けて尽力をしてまいります。今回の事態が G7 で議論になるかということでありますが、いずれG7 各国からさまざまな意見が出て、当然ここにこの問題についてもですね、発言がなされるものと予想をされます。そうした発言があれば、その当然やり取りがありますので、議論がなされるということで、特別今アジェンダとしてこの1項目を立てているわけではありません。世界経済に対する影響というものは今後しっかりと注視をしていきたいと思っています。先ほどの、ハマスとイスラエルの話なんですが、感染含めてですね、我が国経済の日本経済の影響というのはですね、どれだけのことが考えられますでしょうか。それも含めて、しっかりと注視してまいりたいと思っています。我が国の立場としては早期にですね、この今回の事態が沈静化するということを、望んでおります。保険会社とビッグモーターの不適切な関係を関連するとして、自賠責保険が果たした役割について、金融庁が現在持っている問題意識を教えてください。また金融庁の立場でですね、自賠責保険について業者に、この制度について業者に報告を求めていることはありますか。はい、損保ジャパンとビッグモーター社に対して現在実施中の立ち入り検査におきまして、
まあ、一連の保険金の不正請求事案にかかる実態把握や真因分析を進めております。この中では今ご指摘がございました自賠責保険をめぐる両者の不適切な関係の有無、それから不正請求事案に与えた影響の有無やその程度についても検証することとしております。まあ、今検証をすることにしておりますけれども、検査の詳細評価について今の段階ではお答えするところに至っていないということであります。金融庁としてはビッグモーター社および損保ジャパンに対しては立ち入り検査において、深度ある深みのある実態把握を進め、その結果に応じて法令に基づき厳正に対処するとともに有効な再発防止策の策定やその実施を求め金融庁としても適切にフォローしてまいります。なお再発防止策につきましては損害保険協会においても順次対策を検討していると承知をしておりますが、例えば一部の損害保険会社においては今回の事案を踏まえまして自動車事故の際に保険代理店も兼ねている特定の修理工場を顧客に紹介する対応について問題意識を持ち、こうした対応を見直して利用者が希望する修理工場を選択できる方法を検討しているところもあると、そのように認識をいたしております。こうした各社の取り組みを参考にしながら効果的な再発防止策の在り方について損害保険協会などとも連携して検討してまいりたいと思っています。大臣、アクタイムズの尾形ですが、まず2点伺いたいんですけど、一つは今おっしゃった損保ジャパンの話ですね。大臣、この間この会見でもやはりその損害保険全体に対する利用者の信頼を損ねるんじゃないかという話をされていて、それこそが一番ですね、多くの市民や国民にとって大事な部分だと思うんですけれども、今の段階、立ち入り検査した段階ですけれども、全体をご覧になって、実際今もですね、修理工場の紹介の点おっしゃってましたけれども、損保ジャパンのこの件によってその今損害保険のですねに対する疑念、結局もっと個人の利用者にそのツケが来てるんじゃないかということを多くの人が思ってるわけですが、その点については今どういうふうに思ってらっしゃいますか。おっしゃる通りに今回の事案はビッグモーターと損保ジャパンだけの事案ではないと思います。これによって国民が損害保険業界に対する何か疑念とかですね、そういうものもあるんだと思いまして、これを機会にですね、そうした疑念を振り払う、そのために損害保険会社自体がですね、しっかりとした今後の再発防止策等を立てていただく、会社の中のさまざまな体制整備でありますとか、で今そういう動きが出てるんだと思います。損保ジャパンにおきましても第三者の検証委員会というのを立ち上げておりますし、損害保障協会においてもですね、今回のさまざまな発生した事態ということを踏まえて、そうしたことの改善といいますか見直しとか、そういうことに動いていると思います。従いまして金融庁としてもそうした動きをしっかりフォローをする、そして法令上ですね、この被保険者のですね、利益に触れるようなことがあれば、これは法令に基づいてしっかりと厳正に対処していきたいと、そういうふうに基本的に考えています。大臣、もう一点ですね、その経済対策のことを伺いたいんですけれども、今来月に向けて、もう今月ですけれども、総理指示が出ていて5つの柱も総理は出してますけれども、この間自民党からも、総理からもですね、減税という話が出てきてます。その中で今出てきている減税は法人税に絡むものであるとか、賃上げ税制の拡充であるとか、そういったところにとどまっていると思うんですが、例えばアメリカや欧州のですね、今の普通の景気対策で言えば、2008年のアメリカの景気対策1500億ドルのうちの1100億ドル、かなりほとんどの部分は
個人の減税、所得税減税だったりするわけですね。そういった中で日本でも、日本はこれまで基本は景気対策は、まあ、需要創出、公共事業とかそういうものだったわけですけれども、そうじゃなくて、もうちょっときちんとした個人に届く減税という場合ですね、所得税であるとか、消費税を一時下げるとかですね、そういうことは考えないんでしょうか。そうしなければ、減税という意味のその恩恵が個人に届かないですし、日本の景気対策としても諸外国、特に欧米と比べると非常に片手打ちのバランスを欠いたものになると思うんですけれども、そういった個人減税、消費税、所得税の減税に踏み込むというふうには考えないんでしょうか。今まさに、今月末に向けてですね、この経済対策の議論をしております。与党でも、議論をしていただいているわけでありまして、与党の、方々からは今お話になりましたような点も含めた減税のご意見などさまざまなご意見が出ているということは承知をしております。で、今ですね、まさに総理からの指示に沿って経済対策を取りまとめているさなかでありまして、私どもとしては真に必要で効果的な政策を積み上げていくことが必要であると考えます。経済対策にかかる総理指示におきましては、法人税や所得税などの税制措置に関する検討項目を挙げられておりますが、それらの実現可能性を含め具体的な内容についてはこれは年末にかけての与党税制調査会において議論されるものと、そういうふうに承知をいたしております。いずれにいたしましても、ご指摘の税制面での対応を含め、急激な物価高から国民生活を守り、構造的賃上げと投資拡大の流れを強化するため、引き続き与党と連携をして検討を進めていきたい。いずれ経済対策をしっかり決めていく、それを受けての対応をしっかりとしていくということの今作業の途中であります。一般論でいいので、大臣個人として個々の個人家計に届く減税の必要性というのは感じないでしょうか。これだけ物価高で家計が苦しくなっている中で、個人に届く減税、所得税、消費税という意味ですけれども、一般論でいいので、私としては真に必要で効果的な政策を積み上げていくということで、今検討さなかでありますが、そうした中にそういうものが含まれるかどうかということは、今検討している最中です。西の小山です。今日午前中ですね、銀行同士を結ぶ全国ネットと呼ばれるシステムに不具合が発生して、今一部の取引が少なくなっているという状況があります。その件について大臣がご報告られているか聞いていた方は、その政府の対応がもしありましたら教えてください。その報告は受けておりません。損保ホールディングスに設置されております社外調査委員会、これについては近く公表を、中間報告が公表されるのではないかという報道があったこと、これは承知をしておりますが、損保ホールディングスにおいて現時点において、そうした事実に関する公表等の対応は、行われておりませんので、明確なコメントはできないということであります。金融庁といたしましては、損害保険ジャパンに対して立ち入り検査を通じてビッグモーター社への出向者に係る事実関係、損害保険ジャパン1社だけが顧客紹介を再開していた経緯、簡易な損害調査を導入した経緯を含めまして、
経営管理体制や内部管理体制上の課題にも踏み込んだ上で、問題の根本原因を特定すべく深度ある実態調査を進めておりまして、その中で当時損保ジャパンが金融庁に、その中でですね、今までの一連の報告等との付き合わせ等もしてまいりたいと思っております。いずれにいたしましても、この社外調査委員会の報告ということがなされればですね、それについてもしっかりと中を見させていただきたいと思っています。西村さん、経済対策なんですけれども、最近の会見で大臣ですね、物価高の理由についてですね、やっぱり円安による影響が大きいということは何度かおっしゃってると思うんですが、いいですか、思うんですが、結局今いろいろな形で財政支出をしてですね、例えば燃料補助金もそうですけれども、6兆円とかいう額になっていて、で、子育て対策も防衛費の増額倍増もですね、結局実質的には国債頼みになっていて、財源の当てがないままどんどんその支出項目だけ決まっていくということが続いていて、そういう中で財政の信認が落ちてですね、円安になるという悪循環になっていると思うんですけれども、いくらこれどんどん経済対策していっても、それは赤字国債ベースでやる限り、どんどんその国の通貨の信認が、財政や通貨の信認が落ちていって、さらに円安になってという悪循環に陥っていると思うんですが、そういった認識はないんでしょうか。その部分を止めない限り、円安が止まらなくて際限ない財政支出になり、それが円安になるという非常に良くない悪循環だと思うんですけれども、その点財政当局、責任者としてですね、どう考えていらっしゃるか。大変そのことについては私も常々、ずっと頭を悩ましております。やはり財政の信任、それは国の信任にもつながることであると、そういうふうに思っております。ご承知の通り、今の日本の財政状況、大変悪いわけでありますし、加えて最近のコロナの対応等でですね、足元ますますこの補正予算等の関係もありまして、厳しいものになっているということでございます。加えてですね、それがすべて円安の要因とは思いませんけれども、今の円安の状況は金利差の違いということもあると思いますが、いずれこの財政の信任をしっかり得なければいけないわけでありますので、財政再建、財政健全化、それはですね、しっかりとこれからも、主張をしていきたいと思っております。最後に1点だけ、大臣、記者会見の一般論でいいんですけれども、この間ですね、ジャニーズ事務所で記者会見 があって、そこで NG リストになるものが作られて、それに関して内閣府やその政府のですね、審議会に入っているような指揮者がそのいろんなところで NG リストなんていうものは作っているものだと、半ばその政府 でもですね、会見でそういうものを作って運用されているかのように言っている人たちがいて、非常に記者会見そのものの信任が落ちているんだと思うんですけれども、私は霞が関で20年近く取材してますが、そんなもの見たことも聞いたこともないですし、実際こうやって当てていただいて真摯に対応されていると思うんですけれども、そういったNG リストだというといったものが実際にあるのか、それは大臣が聞いたことがあるのか、また会見そのもののあり方についてどう考えていらっしゃるか、その一般論でいいので教えていただけないでしょうか。あくまで一般論ということですけれども、私は、そういう NG リストの存在というものを聞いたこともありませんでしたし、それから見たこともございません。で、基本的には時間の制約とかそういうのはどうしてもありますけれども、できる限り、この記者の皆さんのいろいろなご質問に答える、これは私と記者の皆さんの、1対1で終わる ところじゃなくて、記者の皆さん方の後ろにはですね、多くの国民がいるという意識で、私自身としてはこれからも対応をしていきたいと、そういうふうに思います。はい。
ご覧いただいた通り、私は鈴木財務大臣に対して会見でまず聞いたのはこの損保ジャパンの話ですね。ビッグモーターと損保ジャパンの話で、まあ金融庁財務省両方のですね大臣を兼ねている鈴木俊一財務省金融省ですけれども、ビッグモーターそして損保ジャパンについてはこの前立ち入り検査をしているわけですよね。そういった中で多くの人たちにとって一番大事なのは、要はビッグモーターに対して損保ジャパンは、まあ、一種ですね非常に緩い対応、優先的な対応をしていて、そのビッグモーターからのですね非常にいい加減な保険請求というものを認めてきたわけですよね。そのツケが全体で見たときに個人のですね損保に加入している一人一人のですね市民や国民にとって結局はその保険料が上がるという形でツケが回ってきてるんじゃないかという面があって、これは損害保険そのものの信任に関わるところなんですよね。だからこそ大臣には、まあ、この問題ですねこれだけにとどまらずに後ろ側に損害保険業界に対する不信があると、その分はどうするんですかという話を聞いたんですね。でまさに鈴木氏はですねそこは実際そういう部分があって、これは損保ジャパンとビッグモーターのだけの問題にとどまらずに、そこに広い幅広い人たちからですね損害保険業界に対する疑念というものが広がっている面があるんだろうと。だからこそその疑念を振り払う必要があるということを鈴木大臣は言っていて、そのためにまず損保業界がきちんとですねこういったことがもう起こらないようにしなきゃいけないと、その体制を整えているところだと。同時に当局として金融庁としてですね法令違反があればしっかりとその対処していくということは強調してました。この一般のですね保険に入っている方にとっての不公平感というのは非常に大事かつですねシステム全体に対する保険というですね損害保険というシステム全体に対して影響を与えるものなので、ここは重要な点なので、まあ、今後もですねこの点私もウォッチしていきたいと思いますし、まあ時折ですね鈴木大臣この国民からの信頼ってことは特にこの問題で言うんですよね。なので私今回その話をまず聞いたんですけれども、それに対してやはり大臣の認識は非常にここの部分は重視しているところがあって、きちんとその市民や国民の疑念を振り払いたいと、そのために今全力を挙げるということは強調していました。そしてもう一つ私がこの会見火曜日の会見で一番聞きたかったことの一つは減税の話なんですね。まあ、岸田首相ですね増税メガネなんていうふうに揶揄されていて、このところそういった形で負担増ばかり、まあ、どんどんですねその訴状に上がってくる中で増税ばかりやろうとしてるんじゃないかと言われていて、それが支持率の低下にもつながってるわけですね。そういった中で岸田氏は減税、岸田政権は減税ってことを言い出していて、まあ、9月の終わりにですね経済対策を打つんだと、10月に取りまとめるんだという総理指示も出してるわけですね。そういう中で減税というふうに言ってるんですけれども、その減税の中身は何かというと、結局法人税減税であるとか賃上げ税制の拡充という意味で、むしろ個人よりもですね法人、やはり法人優遇なんじゃないかという非常に、まあ、指摘は相次いでもいるわけですよね。そういった中で私が聞きたかったのは、日本の中だと、まあ、いわゆる財政出動、公共事業をやって景気を刺激すると、景気対策の際にですね、いうことばかりが強調されていて、減税というのがですね、なかなか訴状に上がってこないんですね。で、私もアメリカでアメリカの財務省も取材してましたし、イギリスでイギリスの財務省も取材してたんですけれども、そういった点で見ると、彼らはですね、まず景気対策っていうと、減税っていうのがそのアイテムに乗ってくる、メニューに乗ってくるんですよね。それに対して、日本はどうしてもお金を使う、財政出動する、一辺倒になっていて、それは非常に私はおかしいと思っていて、これなぜかというと、財務省の仕組みとして、その主税局、主計局はお金を使いたいと。主税局は税収を多く取りたい。減税はしたくないという。これ私実際財務省を長く取材してるんですけども、そういう組織論的なものがですねかなりあって、だから減税っていうものに対して全くですね景気対策に乗ってこないという
過去の歴史があるんですよね。でもそれは世界の主要国の景気対策っていう意味ではおかしいので、今こそ減税っていうんだったら、もっと家計に届く、個人に届く減税をすべきじゃないかと、その点を大臣の認識を聞きたかったんですね。それに対して鈴木さんは、まあ、ここについては非常にですね、慎重な物言いをしてまして、まあ、今検討中であるということと、与党の中でも議論がされている。で、それと連携しながらやっていきたいし、で、こういう言い方したんですね。真に必要で効果的な政策を打っていくんだと。まあ、コアの答えは、まあ、いろいろ、メモを読み上げてましたけれども、この部分で、まあ、実際は、まあ、何も言わなかったと言っていいんですけれども、まあ、法人税や所得税の議論も出てくるけれども、そういったものは年末の税制改正、与党の税制改正などの議論にもよるんだということで、私もう一回ですね、まあ、メモを読んでるんではなくて、大臣個人として、やはりこの物価高で、個人や家計にとって、やはり負担軽減になるような減税がなければダメなんじゃないかと。それに対して大臣個人の認識はどうかというふうに聞いたんですけれども、それについてはやっぱり今検討している最中だと。自分としては、真に必要で効果的な政策が必要で今検討しているところだと。ここは鈴木さん、私が質問するときには、できるだけそのご自身の言葉で答えようとしている感じを私は受けてるんですけれども、ここは本当にメモを読んでいて、非常に慎重だと思いました。まあ、それは税っていう部分については、与党のですね、税制調査会、自民党税制調査会というところが非常に力を持っていてですね、その部分に触れることは、経験に触れるとですね、財務大臣であっても自民党の、その税制調査会からですね、非常に強いクレームが来たりですね、まあ、へそを曲げたりすることもあるわけですよね。そういった意味で非常に慎重で、減税というのに対して、特に所得税とか、私消費税ってことも言ったんですけれども、その減税には財務省の主税局は非常に慎重というところがあって、それは今回のやり取りでもそういった非常に安全運転というか、そういう姿勢が見えたと思います。ただやはり私は日本でもですね、こういった形で減税という景気対策が本当に必要だと思ってまして、今回の燃料補助金、ガソリン代が高騰してますけれども、これも石油の元売りに対する補助金なわけですよね。で、9月末まで続いて、それがまた延長されましたけれども、9月の段階で6.2兆円使ってるとかですね、この効果がよくわからない形で、企業に対する一種補助金として使われてしまってるわけですよね。そうではなくて、普通にガソリン税であれば、そこに様々な税がかかっていてですね、それを減らせばいい。時限的に、そのガソリン税の一部でもいいから止めればいいわけですよね。そうすれば別に財政出動を伴わずにですね、ガソリン価格は下がりますし、それによる景気対策の効果もあるし、それは個人個人が感じられる景気対策にもなるわけですよね。物価高対策にもなるわけですね。だから日本の中でもやはりもっと減税という議論は私はすべきだと思っていて、今回岸田氏がですね、減税ということを言っているのであれば、もっと諸外国にもあるような、例えば所得税減税、消費税も一時的な減税であるとか、そういうのを本当に俎上に載せるべきだと思ってます。この点はまた再びですね、財務大臣の会見に行って、きちんとまた聞いていきたいと思ってます。そして3番目に私が聞いたのは、今回のですね、景気対策そのものの矛盾というかですね、意味ですね。今回の景気対策は、まあ、物価高で多くの家計や個人が苦しいと。だから景気対策をするんだということなわけですね。で、なぜ物価が高くなっているかというと、円安がどんどん続いているという部分が大きいわけですね。円安がなぜ続くかというと、まあ、鈴木大臣もここで言ってましたけれども、日米のですね、金利差、アメリカの方が金利が高くて、日本の方が金利が低いんで、アメリカにお金を預けておいた方が利回りがいいから、アメリカ側に資金がシフトしていく流れになるという部分はあるんですけれども、それと同時にやはり日本は放漫財政で、どんどんですね、財源のあてもないのにお金を使うと。で、円というのは長期的にはどんどんまあ、日本の財政って長期的にはどんどん弱くなっていくから、そういう意味では日本の円というのはきっと弱くなっていくだろうということで、円が売られるということが実際起こってるわけですね。ですからここでですね、
物価高だということで、お金を使う、予算を使う、公共事業を増やすといったような安易な景気対策を取ると、それはすでにですね、それは防衛費の倍増であるとか、異次元の少子化対策で財源も見えないのにお金を使うんだという話、たくさん出てるわけですね。でもそういうことをやると、どん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 日本の放漫財政が悪化していくという連想が金融市場に広がって、そうなるとやっぱり円はもうこれから安くなるよねということ、連想も広がるわけですよね。そうするとまた円売りにつながると。円売りにつながれば、そうするとまた円安になる。円安になると物価高になる。物価高になったんで、お金を使って景気対策をする。お金を使って景気対策をすると、財政がもっと悪くなるから、さらに円が下がる。円が下がるから物価が上がるって、これ悪循環になっちゃってるわけですよね。だからこういうことをやってても意味がないんじゃないかと。無駄にお金を使うだけで、財政への、日本の財政への信頼感というのはどんどん失われていくし、それによって円が安くなるし、それによって物価が高くなるということを繰り返しても意味がないから、その点どう、その悪循環をどう止めるのかということを鈴木大臣に聞いたんですね。で、鈴木大臣はこの質問については、そのことは常々自分も頭を悩ませているんだと。で、財政の信認というのは国の信認でもあるし、そういう意味で財政は今、日本の財政は非常に悪いと。悪い中でですね、コロナ禍があって、コロナ対策ですごくお金を使うという状況があって、まあ今ずっと異常な支出状況にこの2、3年あったわけですね。そこから締めていかなきゃいけないわけですけれども、まだそういうことに、そういうふうになってないという、結局放漫財政の状況が続いているということがあるんですよね。で、これはずっと続けられるわけではないし、信認を、国の財政に対する信認をきちんと担保しなきゃいけないということは自分も思うということを鈴木大臣は言っていて、だからこそ自分は財政の健全化をしっかりしなきゃいけないということはきちんと主張していきたいということを言ってました。やっぱり、やはりですね、その常々その点について頭を悩ませているというのは、まあ鈴木氏のまさに財務大臣としてそこは考えなきゃいけないところですし、でも非常に自分自身としても注視しているところなんだなというところは分かる。やり取りでした。そうした上で、私最後4問目ですね、2問ずつ聞いたんですけれども、4問目でジャニーズ事務所の会見の話を聞いたんですね。で、ジャニーズ事務所の会見をめぐっては、この間明らかになっている NG 指名 NG リストなるものが出てきてですね、その中に私も入っていたわけですけれども、なかなか当ててもらえない、どうしても当ててくれない、でそれで当てられないというようなやり取りがずっと続いてたという、まあ非常に不毛なやり取りがあったんですけれども、そうした中で今ですね、いろいろな識者からですね、役所なんかでもいろんなところでこういう NG リストってのはあるんだみたいなことを、私は非常にいい加減だと思うんですが、言う人が出てきていてですね、私はまあ20年以上ですね、霞が関や永田町で取材してきてますけれども、そんな NG リストなんてものがないわけですね。で、同時に私は日本の主要企業、アメリカのトップ企業、欧州の企業、そういったところも取材してますけれども、別にそういうところでも、ね、NG リストみたいなものはないわけですね。別に厳しい質問をする記者は、なかなか彼らも最初は当てたくないという企業でもですね、役所でもあるんですけれども、最後はやっぱり当たるわけですよね、きちんと。そこは。で、鈴木大臣については私、こうやって大臣会見行ってますし、まあ、いつも当たってですね、きちんと質問させてもらっているので、そういった意味でも、鈴木氏はですね、会見に対する認識というのは政治家としての認識っていうのはあると思うので、その点を聞いたんですね。そしたらですね、鈴木大臣はやはりですね、その自分は NG リストなんてものは見たことも聞いたこともないと、目にしたこともないということを言っていてですね、で、記者の皆さんとのやり取りには、まあできる限り自分は答えるんだけれども、それは自分たちと記者の1対1という対応だけにとどまらなくて、その後ろ側には多くの国民がいるんだと。だからそういう国民に向けて喋ってるんだと思って、自分はやり取りをしてますと。できるだけ質問に答えるようにしてるということを言ってるわけですよね。これは全ての会見者にとって非常に大事な視点で、これはジャニーズ事務所も同じだと思うわけですよね。私たちはジャニーズ事務所に聞こうとしたのは、性加害問題があって、これは歴史に残る加害問題があってですね、それに対してきちんと説明してくださいと。それが会見の意味だったわけですね。で、きちんと説明し、どうやってその保証していくのか、
そしてその補償をするためのスキームとして、今のジャニーズ事務所はどういう会社になっていき、新会社はその中でどういう役割を果たすのか、これ全部つながっての話なんですよね。そういう中で私たちは聞いてるにもかかわらず、ジャニーズ事務所は答えたくない記者には答えたくないと、厳しい質問をしそうだから答えたくないと、その記者を刺したくないと、まあ非常に子供じみたやり方で私たちを刺さなか刺そうとし必要に刺そうとしなかったわけですよね。ここにはですね、やはり私たちは聞いてるのは、私個人が聞いてるだけではなくて、私の、背後には皆さん、見てくださってる皆さんや読者の皆さんや多くの市民の視点や視線があるわけですよね。私たちはそれを代弁して聞いているだけで、そのために聞かなければいけない質問、彼らに対して説明責任を求めてるわけですね。にもかかわらず、ジャニーズ事務所はその説明責任、一番大事な部分に向き合おうとしてないわけですよね。で、それは、そういった、まあ、いろいろなですね、多数の市民というだけじゃなくて、私たちのところには今、ジャニーズ事務所のファンの方々からいろいろな声が寄せられてるんですね。自分たちがファンとしてファンクラブに入っている方たちですけども、聞けばですね、結構、そのコンサートにみんな、コンサートのチケットを取りたいからみんな入ってるわけですね。ジャニーズファミリークラブというファンクラブに。だけれども、もしそういうですね、声を上げたら、チケットが当たらなくなっちゃうかもしれないと。だから、本当は聞きたいんだけど、聞けないんですと。そもそも、今回そのファンクラブに対しては、何の説明もないんですと。いろんな意見が寄せられていて、こういうことを聞いてください、こういうことを聞いてくださいというふうに言われてるんですよね。そういう意味でも、私たちの背後には、ファンの声、もう大勢のファンの声もあるわけですよね。にもかかわらず私たちを当てないというのは、まさに鈴木大臣が言った後ろ側にいる国民、ジャニーズ事務所の場合は市民やいろいろな国民や、そしてファンも私たちの後ろにいるのに、それに向き合おうとしないというのは非常に問題のある姿勢で、こういったリストを作ったことで記者会見そのものの信頼性も今落としていってるわけですよね。日本社会全体のですね。だからこそ、まあ私は鈴木大臣に来て、鈴木大臣はやっぱりちゃんと答えるべきだと、そんな NG リストなんて聞いたことないと、自分はちゃんと答えてると、それは背後にいろんな多くの方々がいるからだということを言っていて、その言葉は本当にですね、ジャニーズ事務所の幹部たち、東山氏、井ノ原氏は本当に受け止めてほしいと。それは藤島ジュリー景子氏もそうですし、会見に何度言っても出てこない白波瀬傑氏、そういう人たちはきちんとですね、そういう声に向き合って、それこそが彼らが本当に再生する道だというふうに私は思うので、今や再生できるのかできないのかすらですね、危ぶまれるような状況になっているので、まずやはりこの鈴木大臣の言ってることを本当によく聞あのまあ肝に銘じてですね、近く私は、まあ、記者会見をやるべきだと思いますし、ジャニーズ事務所、私たちの公開質問状に対しては次回の記者会見も検討しているというふうに言ってるので、きちんとした記者会見をできるだけもう即座に開くべきですし、そこできちんと説明責任に向き合ってもらいたい。鈴木大臣の今の会見での言葉をよく聞いてもらいたいと思います。またこういった形で財務大臣の会見も言ってますし、いろいろな会見に行ってるので、皆さんにこういう形で、今回は経済政策の話や損保業界の話から、まあ、いろいろ財政の信任まで幅広く聞きましたけれども、記者会見についても聞いたので、またこういったご報告をしたいと思います。引き続きご支援いただけるとありがたいです。今日はご覧いただきありがとうございました。